はい、今日はさっき読んだ、テーラー型およびテーリー型ね、これは原始仏典ですけどもテーラー型テーリー型はなんかあの前回やったのは1年前ぐらいらしいので1年ぶりの、勉強になりますけども、まあ知ってる人は知ってると思うけどね、久しぶりなんでもう一回言うと、これはあの、お釈迦様の皇帝たちのまあなんていうかな詩ですね。まあその皇帝が語った詩だったり、あるいは逆にお釈迦様がその皇帝語った詩だったりするものの集めたやつで、あのまあ例えばラーマクリシュナ、まあ、近代の聖者としてはその教えやあるいは生き方がものすごくこう、リアルに残っているのはラーマクリシュナはその代表ですね。そのラーマクリシュナの場合は、まあ、直弟子の一人であるマヘンドラナトグプターによるラーマクリシュナの福音、あるいは同様に直弟子のサーラダナンダによるラーマクリシュナの生涯といった作品があって、まあ、それによって本当に生き生きとした、そのラーマクリシュナが生きていらっしゃった時のさまざまなエピソードや言葉が、残されていて、それを我々は学ぶことができる。でもそれと同時にラーマクリシュナの場合あの優れた直弟子たちがたくさんいて、まあ、出家した十数人の弟子あるいは在家のたくさんの弟子がいて、まあ、彼らの物語も残ってるのね。で彼らの物語もそれぞれ読むことで、まあ、立体的にそのラーマクシナあるいはそのラーマクシナを中心とした、修行者の集団がどういう雰囲気だったのか、どういう形だったのかっていうのを我々は学ぶことができる。で同じようにお釈迦様の、仏教も原始仏典という形で膨大なものが残ってるわけだけど、それプラスこの、弟子のまあエピソードまでいかないんだけど弟子のその詩もそうですね300人ぐらい分残っています。ですからその辺をこう見るとなんとなくこれも立体的にそのお釈迦様のね時代のどういう考え方をしどういう生き方をしどういう修行をしていたのかっていうのはまあうっすらと浮かび上がってる。はい、たださいつも何回か言ってるけど実は最近のね研究だとお釈迦様って実際はというかその定型的には、ね、よく2500年前頃の人だってつまり西暦あの紀元前500年ぐらいって言われるんだけど、まあ、最近それは実は正しくないじゃないかって、まあ、説の方が強くなって、まあ、これはなんかブログとかにもね上げたんで、読んでない人は読んでほしいと思いますがあの、まあ、最近の研究だとね、まあ、つまりあの近代のインド学自体がいわゆるそのインドを支配していたイギリスねイギリスに非常に都合のいいようにその改変されたものであると、まあ、例えば、まあ、皆さんも読んだことあると思うけど最近まで普通に信じられていたあの、アーリア人の侵略説だよね。アーリア人侵略説ってのはつまりインドの、まあ、つまり支配階級にあるブラフマナとかクシャトリアというのは、まあ、どっちかというと肌が白い人です。あれアーリア人といってつまり西洋からやってきてインドを支配したんだと。つまりインドの土着の徳のないそのあの色の黒い人たちが劣った民族がいてそれを優れた西洋のアーリア人たちが支配したんだみたいな、学説が普通にまあ今でも載ってるけどね今でも普通にインド学として信じられてきたわけだ。最近の研究ではなんかそうじゃないみたいだともともとあのカーストに代表されるいろんな人種がもともとインドに行ってつまりその、イギリスがねその白人の優位性あるいは白人がインド人を支配することの正当性をその、インド人に納得させるために、まあ、学説を出したとあるいは、歴史問題もそうだよね本当はインドの歴史ってかなりのいろんな聖典とか見ると相当数千年数万年単位の歴史がありそうなんだけど非常にもっと短い形で、インドの歴史がコンパクトまとめられちゃって
いろんなその過去のにあったあの話も実はつい最近のことなんだみたいな形で学説がまとめられてるんだけど、実はそれ違うらしいと。それはその捏造されたと思われるものを除いてね、その伝統的な聖典あるいは寺院に残っているような記録等をまとめていくと、まあちょっと細かい部分ははしょるけども、簡潔に言うとお釈迦様は紀元前500年の人ではなくて、もっと古い紀元前1800年ぐらいの人らしいと。一気に伸びましたねつまり今から4000年前ぐらいです。こうなるとね、いろんなことがだいぶ変わってきます。私前これネットに載せた時に、あの例えば仏教関係の、とことかのも載せたんだけど、みんな驚くかなと思ったら誰も特に反応がなくてあんまみんななんか深く考えてないのかなって気がするけど、つまりなんていうか、多くの人が今さ、例えばね、原始仏教テーラバーダとか流行ってて、それはその、今一番お釈迦様の教えに近いんだとかみんな言ってるわけだけど、それも怪しくなってきた、つまり、その原始部今残ってる聖典がまとめられたのもかなりお釈迦様の時代より後だってことになるから、となると本当のお釈迦様の教えって一体何なんだと、よくわからなくなってくる。あるいは例えば、まあ、これも一応の聖典等の記述によると、マハーバーラタ、つまりクリシュナが生きて、マハーバーラタ戦争があったのは、まあ、紀元前3000年ぐらいじゃないかっていう話もあった。で、これもさ、近代の、まあ、よく普通にやれるところでは、例えばバクティーヨーガなりの、出てきたもの、出てきた時代って非常に新しく設定されてるんです。でもクリシュナがバガヴァッド・ギータなり、あるいは、そういったバクティの元になるようなものを説いたのが紀元前3000年だとした。そしてお釈迦様が仏教を説いたのが紀元前1800年だとした。普通に我々がインド学として学んできたあのものよりもかなりスケールの大きいというか、スケール長いというか、相当昔からあの連綿と受け継がれてきたこの、ヨーガあるいは仏教体系の教えがあるんだなと、かなりスケ自分の中のスケールをもうちょっとこう、広く見直さなきゃいけないという感じあるね。はい。しかしまあ、とはいえですよ。とはいえ、今残ってるこの原始仏教も実はそんなにお釈迦様の時代に近くはないとはいえ、でも残ってる中で一番古いから、ね、残ってる中では古いから、おそらく多くの付け出しも混ざってはいるだろうけど、しかしそこからエッセンスっていうかな、をまあ、汲み取るしかないかなっていう、感じだね。はい。で、ちょっと話を戻すけども、そのお釈迦様の直々の教えもいろいろとされるものいろいろあるわけですけども、そうじゃなくてこの弟子たちの、詩やエピソードを見ることで、まあ、その当時のね、教えや考え方を学んでいきましょうと。はい。じゃあまず今日は、さっきのテーリーガータじゃなくてテーラーガータの方からいきましょうね。テーラーガータの2つずつの仕組みですね。はい。でこれ前回1年前にやって一人しか終わんなかった人1年に一人ってすごい最初ね、ウッタラーソンでしか終わんなかったみたいなんで、今日はまあもうちょっといくと思いますが、2番目の、ところから、この生活はっていうか、ね、はい、でちょっと読んでもらいましょうかね。はい。じゃあその4000年前のね、皇帝になった気持ちで、じゃあ牧野さんよ。この生活は食べなければ生きていけない。食物は心を静かに慣しめるものではないが、身は食物に依存するものであると見て、骨髄金でかける。両家の人々から常に受ける礼拝と供養は、これをおでのようなものであると知っているからである。鋭い矢は抜きがたく、凡人は尊敬を捨てることは難しい。皇帝、インドーラ、バーラドバージャ、ソンジャ。はい。こういう感じで、この詩は非常に、まあ、なんていうかな、簡潔にコンパクトにパッパってこう載ってる。で、これだけ見ると、なんていうか、例えば何も知らない人が見ても何を言ってるのかよく分かんなかったです。で、これに対する、例えば伝統的な注釈がいっぱい残されています。でも、ね、それもね、ちょっと当てにならない。さっき言ったように、これ自体がそんな古くないから、注釈もっと新しいですからつまり我々はさ、なんか権威的にね、昔のなんとかなんとかってインドの学者が注釈したってなるとそうなんだって信じちゃうけど、注釈も別に頭から信じられるもんじゃないから、ね、
だからまあ、そういう意味ではさ、言ってしまえばぶっちゃければね、ぶっちゃけて言ってしまうと、本当の本当の本当の真意を読み取るってなかなか、なんていうかな、難しいわけだけど、ただ実際に若干真意というかその当時の、この人の気持ちとかあるいは背景とかがちょっとずれてたとしても、それは実際にはあまり問題がない。だからこういったものの勉強っていうのは、まあ、学術的な追求にはちょっと限界があるからね限界があるんで、まあ、皆さん我々は修行者なので、これから我々にとってメリットのある、真理というのをね、まあ、エッセンスを抽出できればいいかなって感じですよね。はい、でここを読むと、まずここはまずその宅圧に関する、言葉が出てるね。一行目はでこの宅圧に関する言葉っていうのは、これは、まあ、ここで何回も言ってるけども、この宅圧っていうシステムは、まあ、非常に素晴らしいわけですね。素晴らしいっていうのはその、まずここの言葉を見ると、この生活は食べなければ生きていけない、食物は心を静かならしめるものではないが、身は食物に依存するものであると見て骨髄に出かけると。はい、つまり、もともと、ね、食物っていうのは、例えばそれを食べ過ぎたりすると当然体重くなり心も重くなり眠くなると。あるいは例えば美味しいものを食べたりすると、それで欲望が増し、もっと食べたいと思っちゃう。あるいは逆にまずいものが出てきたりすると、まあ、嫌だなって気持ちが出ちゃうとか。つまりこの食べ物っていうのは、まあ、肉体にも非常に影響を与えるし、我々の心にも影響を与えるし、あるいはそれに対して我々の欲望とかも動きやすくなる。だからそもそも食べ物っていうのは、なんていうかな、我々にとってそんなにいいものではありませんよと。修行においていろいろその障害となりやすいものでありますよと。しかしだからといってお釈迦様は別に極端な苦行主義じゃないんで、断食しろとかは別に言わない、うん、でもこの宅圧主義っていうのはある意味なんていうか、究極のお任せ修行なんだね。まあ何度も言ってるから分かると思うけど、つまりこれルールが決められてるわけですね。ルールっていうのはまず宅圧をする時間が決められてる。時間っていうのはつまり朝から昼まで、つまり午前中の間だけですね。で当然その行く場所をより好みしてはいけない。つまり偶然行きなさい。たまたま行った場所で、つまり家を回ってどうか、私は修行しているものですが、昨夜の残り物を分けてくださいませんかと、これをすると。で当然、まあ、当時なんて もちろんそうだけど、お釈迦様の教団ってまだできたばっかりで、みんな別に信仰してるわけじゃないから、まあ、本当に心の清らかな人は、ああそうですかと分けてくれるかもしれないと。分けてくれない時もあるわけだよね。で当然、それでタイムリミットになっちゃって、その日何ももらえない時もある。もちろんもらえる時もある。でもらえたものもたくさんもらえる時もあるし、それからちょっとしかもらえない時もある。あれ美味しい時もあるし、まずい時もある。でそれどころかちょっとこう腐ったりしてる時もあると。しかしそこで一切心を動かさない。もちろん希望も持たず、あるいは今日ももらえないんじゃないかっていう恐怖も持たず、あるいはその出てきたものに対する一切の識別をしないと。これは素晴らしい修行だね。何度も言ってるけどいい例なんでもう一回言うと、一番いい例としてマハカッサパかな、マハカッサパっていう弟子がある村に、まあ今言ったようにね、何の計画もなく行ったら、そこがまあいわゆるなんていうかな、雷病、まあ、現代でハンセン病ね、ハンセン病患者たちの村だったんですね。ハンセン病患者ばっかりがいる村で、でそのハンセン病にかかっているその、人が、まあ、信仰があって、その、まあ、前夜の食事を分けてくると。でその時に、まあ、インドだからおそらく手で掴んでこうそのマハカッサパの鉢にパッと入れてくれたと思うんだけど、お粥を入れてくれる時に、つまり彼はハンセン病だったんで、指が腐りかけてたの。自分の指が腐りかけてて、そのお粥と一緒に指が落っこっちゃった。マハカッサパ鉢の中にね、落っこっちゃったんだけど、マハカッサパ帰る一つ変えずに普通にありがとうございましたって言って、まあ、もちろん指は食べなかったと思うけど、おそらく指の
例えば海とかね、血とかが混ざってるであろうお粥を普通に何事もなかったよ、食べましたと。でこれがまあ、卓圧の理想であると。でここで言いたいのは、つまり食べ物云々だけの話じゃなくてね、もちろん食べ物もそうですよ。我々は食べ物にとらわれがちだけども、ただ与えられたものだけをありがたくいただきましょうと。でもそれは食べ物だけではなくて、あらゆるものに対して我々は放棄をして、つまり一切欲求せず、一切希望を持たず、一切恐怖を持たず、ただただ与えられたものとして生きると。もちろん皆さんの場合はこれにバクティ的な思想が加わるので、よりこれは重要な修行になるよね、つまりクリシュナミラバイの曲にもあるように、私は与えられたものだけを食べ、あなたに与えられたものだけを着て、与えられた場所で生きると。もちろん自分の能動的な形としては常に理想的な心の状態を追い求め、あるいは修行によって自分の心身の浄化に励みといったことを日々行いつつ、外的な環境的なものとしては全てお任せすると、それはただ神が与えてくれたものなんだと。全てどこにも、ね、デメリットはない、どこにもマイナスはない、全て完璧なんだと考えて、なんていうかな、全てをありのままに受け取ると。例えばさ、もっと話を広げると、お釈迦様の時代、例えばお釈迦様の弟子たちは当然皆さん素晴らしい、徳があり、彼もがいい人たちであったが、だからといってみんな何て言うかな、外的な意味でも、平安だったわけじゃないからね。例えば悪者にね、いきなりその、殴られる人もいたし、実際殴られて死んだ人もいるからね、お釈迦様の弟子で。例えば 対立する別の宗派の人たちに殴り殺された人とかね、いろいろあると。あるいは当時はまだ初期の頃は立派な寺院とかもないから、森とか林で寝たりするわけだけど、当然たまたま行ったとこが、寝にくいかもしれないよね、なんか虫がいっぱいいるとかいろいろあるよね。で現代人はそういったものに常に文句を言い、対処しようとし、もちろんさ、このベクトル、外側を気にしてなんとかしようっていうベクトルによって現代の科学技術が発展したとも言えるんだけど、そういうのをいっぱい気にしてくれた人がいっぱいいたおかげで、例えば我々は今クーラーとかね、いろんなもの発展に預かってはいるわけだけど、でも修行者の意識としては、全部お任せという発想がまず大事なんだね。はい、ちょっと話が広がりましたが、これが一つね。はい、それから後半に関しては、両家の人々から常に受ける礼拝と供養はこれをおでんのようなものであると知っているからだ。鋭い矢は抜きがたく凡人は尊敬を捨てることは難しい。はい、これさ、これだけじゃないんだけど、こう原始仏典って全体的に、古いものでもあるので、それだけを見ると何というか論理的に何言ってるのかよく分かんなかったんですよ。論理的にちょっと前後通じなかったんです。だからこれはどっちかっていうと、どっちかというとっていうか、その例えば原始仏典だったら原始仏典全体を読み込んで、原始仏典のなんていうかな、エッセンスというか、そもそも言いたいフィーリングというか、そのあるいはテーマみたいのがある程度入ってないとちょっとよく分かんないかもしれない。入っててこれを読むと、あれのこと言ってるんだなみたいな、分かるっていう感じがあるね。でここに関しては、両家の人々から常に受ける礼拝と供養はこれをおでんのものだと知ってるから、ね、鋭い矢の気がつく凡人を、尊敬を捨てることは難しいっていうのは、 前半の卓圧の話から連なる話だけども、つまり当時はさっき言ったように卓圧に向かいますと。で卓圧に向かうだけじゃなくて、例えば、これも人によってタイプがいたみたいだけど、例えば本当にニルヴァーナだけを求めているタイプの人は、一切人に法も説かず、ひたすら人から離れ、山にこもって静かに修行してそのまま死んでいった人もいると。で逆にそうじゃなくて、多くの人に法を広めたいという気持ちで、卓圧をしつつ、その家にいろんな教えを説いたりとか、あるいは出会う人々に教えを説いたりとか、そういう人もいたわけですね。はい、でその教えを説くか説かないかは別にして、その、一生懸命修行して、そして卓圧に出ると、あるいはたまに教えを説くと。そうするとさっき言ったように、
全く信仰がなくて逆に何ももらえなかったり逆に罵られたりとかいう場合もあるけども当然信仰を持って信仰心のある人には大変尊敬されたりとかあるいは、供養を受けたりとかね、供養ってもちろん、多活をそのこっちからくださいって言ってるわけだけど、それ自分が必要な以上のいろんなお供物を受けたりとか、あるいはいろんな例えば生活用品を伏せされたりとか、まあ、そういうその現状も実際にあったわけですね。だからここの一節っていうのはそれに対する、まあ、一つの戒めであると同時に、まあ、この皇帝が、まあ、そういったものから超越していたということの詩ですね。何を言いたいかというと もう一回言いますよ。ある程度修行が進みで徳が高まってきて、でそして教えも説けるようになってくると、当然在家の信者の方々から尊敬を受ける、あるいは尊敬だけではなくて具体的に、なんか布施をされたりとか、あるいはいろんなバックアップをされたりとか、いろいろ出てくるんですね。でこれを普通はというか我々に現世的な意識があるとそれはメリットとか、つまり良かったと、あ私は修行が進んでみんな尊敬してくれたと、鼻高々であるとあるいはあ私も不正を受けられるほどになったかとちょっとこう自分の中でこういいこととして捉える、うん、でこれは何回かやってるけど、そういうのに一番ハマってしまったのがあのデーバだったね、うん、デーバだった話は何度も言ってるからちょっと簡潔に言うけども、デーバだったっていうのはまあ実際は非常に優れた修行者だったらしいんだけど、まあ、偉大なあの王子様、あのアジャータサッテュっていう王子様から大変な危害を受けて、まあ、つまり王子様ですからね、うん、一国を、ね、支配する王の跡継ぎ王子様から、いやあなたは本当に素晴らしい、大変な危害を受けて多くの不正を受けるようになって、まあ、慢心に陥っちゃったの、ね、それでその大変な魔境に陥り、まあ、つまりそれによって、俺は王子から供養を受けるような男だって感じで、師匠であるお釈迦様にまでその敵返しを抱くようになり、最終的にお釈迦様の殺害計画を計画するほどだと、これ大変なことですよね。つまりでもこれはね、もう一回言いますよ、普通考えたらありえないことですよね。普通考えたらお釈迦様ですよお釈迦様弟子になって、でちょっと自分が偉くなったからってお釈迦様殺害計画普通ありえないと思うんですよ。でもこの話の肝は、つまりありえない、普通は偉大な師であり如来であられるお釈迦様より俺が偉いなんて思っちゃって、あいつ邪魔だから殺してやれなんてことはありえないと思うけども、ありえないところに心が持ってかれるほど慢心っていうのは怖いんです、うん、それこの供養とかその尊敬を受けるってことは恐怖なんだね。皆さんの場合はもちろんそういうことはないかもしれないけどでも小さな面では皆さんもあるかもしれない。小さな面ではっていうのは、例えば皆さんの後輩であるとか、あるいはいろんなヨガをやりたいっていう人に、まあ、皆さんぐらい例えば何年かも修行してると、あれね、尊敬を受けることもあるかもしれない、うん、でその時にね、ちょっと慢心が出ると、でそこでまあ何というかな、先生殺害計画まで行く人いないかもしれないけどそれから行かないかもしれないけども、何ていうかな、自分の中の本来の純粋な愚道心とか、あるいは法を求める渇望心とかに陰りが出る可能性があるよね。つまり常に自分は本当に、まあ私も何回か言ってる、まあヨガやる前にね、中学生の頃に宮本武蔵が非常に好きだったんだけど、宮本武蔵とか、あるいは宮本武蔵を書いた吉川英治という人がいるわけですけど、ああいう人のその、言葉だったと思うけど、例えば、生涯一書生という言葉がある。生涯一書生って、書生ってつまり教えを学ぶ学生って意味ですね、うん、つまり生涯一生私は学び続ける学生であると。で修行者ってもちろん当然そうじゃなきゃいけなくて、特に皆さんの場合っていうか、この偉大なバクティヨガ菩薩道、あるいはこの原始仏教も本当はそうなんだけどね、目指してる視点が高いですから、うん、如来ですから、うん、ちょっと心が静まってニルバーナ行けばいいとか、心が止まって、心眼到達すればいいってんじゃない、うん、偉大なる完全なる達成を目指してるわけだから、
それはもう一生かけて真理を、まあ、この間も言ったように炎をくぐり炎をくぐり歯の上を渡り死の間際まで誰もが追い求めんっていうそのチベットの言葉もあるけども、そういう感じで修行の真髄を目指すわけです。あるいは例えばさ、よくその仏教、現代仏、現代というか中国とか日本の、例えば禅とかの話よくあるけども、例えば禅とかでさ、よく師匠が弟子にまあ、武道みたいな感じで認可を与えたりするのね。認可ってつまりある程度、弟子が、まあ、修行を進めてきたら弟子が、あ、お前は、これこれの悟りを得たと、まあ、認可みたいのを、まあ、出したりする、流派によってはね。で、まあ、そのためのなんかこう、なんていうかな、書状というか証明書みたいのをもらったりする場合もあると。でもそれもね、なんていうか本当の真理の境地から言ったらやっぱり罠なんだね、ある人はそれで喜ぶかもしれない、ある人はそれで喜んでやっと私もこの境地に達した師匠ありがとうございますってなるかもしれないけども、例えばまあ私もあんまり禅とか詳しくないんで、あんまり詳しくは知らないけど、例えば一休さん、一休禅師とかもなんか師匠についてその、一応その認可もらったんだけど、それを破り捨てたと。つまり別に認可もらうために修行してるわけ、現代的に言ったら例えばヨガティーチャーズコース の, 何百時間達成っていう、それをもらうために修行してるわけじゃないよね、あるいは師匠が、例えばさ、あるいはティローパとかナローパの話見て分かる人、ああいうの読んでる人は大丈夫かもしれない、ああいうの読んでる人は例えば師匠がお前この境地に達したなって言われたら、あ、罠だって思うこれは師匠罠かこれは罠だ、ここでなんか俺が満身に落ちてたら絶対後で大変なことになるナローとかの話読んでる人はそうなるかもしれない、だからでもそういうもんなんだね。前もちょっと武道というか柔道とかの話もしたことあるけど、つまり武道とかもそうだけど、本当に道を極めたいと思う人は、例えば大会で優勝するとか、例えば黒帯を取るとか、そこには目標設定してないよね。とにかくこの道で究極を目指すと、で当然ヨガとか仏教あるいはね、こういったヒンドゥー教系の修行の道っていうのは本当にその目的としてるところが高いから、まあなんていうか、例えば仏教の言い方でしたら全知者ですからね。全知者、完全なる知恵のもの、ここを出してるわけだから、ちょっとぐらいなんか気が上がったとかね、ちょっとぐらいクンダリニーが動くようになったとか、ちょっとぐらいなんか見えるようになったとか、そんなのは本当は遊びみたいなもん、で話を戻すけども、だから例えばちょっとぐらいね、みんなから尊敬されて、何かもらえるようになったとか称賛されるようになったっていうのは、これはまさに今言ったナウローの話と同じで、知恵あるものにとっては逆に、まあ、これは別にそこまで極端にする人はないんだけど、でもこのお釈迦様の弟子たちは結構極端です。極端に嫌悪するんです、そのやめてくれって感じ、つまりそこに罠があるって分かってるから、なんかみんなから褒められるようになってきたと、供物をもらえるようになってきたやめてくれって、いらない、別に実際に逃げたりはしないだろうけど、イメージから言うと逃げるような感じ、あなたに今日これを持ってきますやめてくれもう悪魔から逃げるような感じ、でもこの基本姿勢っていうかな、それを忘れてはいけない、修行者の場合はね、それが汚泥のようなものである、つまり汚い、奴隷のようなものであると、はい、そして鋭い矢は抜きがたく凡人は尊敬してる方は難しいって書いてあるけど、でこれはつまり、鋭い矢は抜きがたいってよく、例えとして出てくるんですけどね、つまり何を言いたいかというと、大きなというか、なんていうかな、雑な煩悩っていうのは分かりやすいから、だから我々は戦いやすい、例えばどうしても、毎晩ご飯食いすぎてしまう例えばね、分かりやすいよねだったらその食欲と、つまり実際はそんな体必要としてない、必要としてないのにむさぼりによってついもう一杯って食べちゃう、二十歳頃の私がそうだったけど、二十歳頃の私はもうすごい体食で何回も言ってるけど、まあ一日7食ぐらい食べてるけど、昼ご飯の時になるとおかわり自由の定食屋に行って、2杯は普通2杯は規定値で
丼2杯ね、丼2杯食べて、いつも3杯目で迷う実際お腹いっぱいだともうなんだけど、むさぼりがあるから、あのもう一杯どうしようかな、ね、あのもう一杯さすがに食いすぎかな、迷った末に、まあ、あの2回に1回は食うとこれは完全にもうむさぼりのせいかで、こういったものって分かりやすいから、例えばそれだったらできるだけね、あの体が欲してるだけの、少ない食事で生きようとか、あるいは例えば性欲とかで頭がいっぱいの場合は、当然それはしっかり禁欲していつも神で頭をいっぱいにして、そんな乱れなことは浮かばないようにしようとか、これ非常に分かりやすい、うん、しかしこの、まあ、あるいは例えば人に対する批判心がいっぱい出ると、あるいは嫌悪とか怒りでいっぱいになると、これはもうダメなんだと、常に慈悲とか慈愛の思いでいっぱいにしようと、これも分かりやすい。でもそうじゃなくて、もう一回言うよ、その、自分がそうやっていろんな修行を進めてきたがゆえに、人から称賛されたり褒められたり、あるいは供養を受けたりする立場になった時の、これって別に一般的には、あるいは修行においても別に非難されることじゃないです、これ自体はね。これ自体は非難されることはなくて、そこで自分が謙虚に、いや私は何の力もなく、ただグルや神やブッダの祝福によってただ道具とさせていただいているだけですってなればいいんだけど、でも実はちょっとマシンが入ってるかもしれない。これが見にくいんだ、ね、これがまさに鋭い矢ってやつで、これがこの微細な煩悩、微細なものが出てきた時っていうのは、常にパッパッとこう断ち切り続けなきゃいけないんだけど、でもこれが非常に難しい。だからね、でも入門大行論とかの記述を見るとね、入門大行論ってやっぱ素晴らしいんだけど、あの例えば皆さんを非難する者たちがいると、うん、あるいは皆さんをね不当に批判してくる者たちがいると、でこれはまさに神の使いみたいに考えなきゃ、なぜかというと今の話と比べると分かりやすいわけだけど、つまり例えばそこで非難されて批判されてカットしたり、あるいはなんでそんなことって思うとしたら、これはもうやられてるってことです、慢心に、うん、つまり謙虚さがもうなくなってしまって、いつの間にか、つまり私、いや私はみんなから称賛されて供養を向けてるだけども、でいや私は謙虚です、だって私道具すぎませんからって言ってるけど、誰かがやってきてお前なんか全然ダメじゃないかって言われた時にカッとくるとしたら、実は慢心に陥ってた。つまりこの微妙な日々の小さな称賛によって自分でも気づかないうちに慢心に陥ってる。だから逆にそこで非難してくれる人っていうのはこれに気づかせてくれる。そこでもし自分そこで心が動かなければいいんだけども、非難されて心が動くとしたら、知らぬうちに自分の心は慢心にあったんだなと、ね、これに気づかせてくれる。だから逆にそのような形で非難してくれる人がいたり、あるいは自分の心を、壊されるような現象があって謙虚になれる人は逆に幸せです。でもそうじゃなくて、さっきのデーバだったみたいにどんどん称賛され、あるいは供養を受け、それってによっておかしくなってしまうと、ね、何度も言うけどもお釈迦様を殺害しようと思うぐらいまで慢心がこう膨らまってしまうと、はい、だからこれに対する一つの、これも注意だね。つまりそのこれもね、慢心というのは一つの例ですけども、慢心以外にもあるかもしれない。つまり繰り返すけど、もろこれは煩悩であると、これは汚れであるって分かるのはなんとか戦いやすいんだけど、そうじゃなくて自分ではそれは別にいいと思ってる、いいと思ってる中にちょっとずつやってくる、忍び込んでくる小さな微細な汚れが、うん、これをほっとくといつの間にか大きくなってしまう。だから常に自分のこうチェックして、小さな過ち、小さな汚れにも心が、逃げないように注意しなきゃいけないってことですね。はい、今まで言ったのはこれ一般論ですけども、もう一つちょっと言うと、今度はこのピンドーラ・バーラド・バージャーっていう人に特化した形で言うと、実はそのこれもね、まあ注釈として伝わってることなんで実際にどれだけ本当か分かんないけども、この生活は食べなければいけない、生きてはいけない、ね、つまりその食べ物っていうのは、まあ、実際には心を安らがせないけども、食べなければ生きていけないから何のとらわれもなく、宅発をしようではないかと。つまりこの一節もそうだけど、この二つの詩っていうのはこの、ピンドーラ・バーラバージャっていう人が、まあ、
おそらくその修行者たちの中でもそのいろんなものにとらわれない、あるいは自分の心を常に見つめて決して慢心に陥らない、こういったことにおいてとても優れていたから、この人を表す詩としてこの2つの詩が載ってると思うんですけど、ただいろいろ注釈を見ると実はこの人昔はもともとはすごい食いしん坊だったらしい食いしん坊だったの、うん、で逆にだからそれによって周りお釈迦様とかあるいは先輩から注意されて、うん、つまりその、修行者なのにもっともっともっとって感じでむさぼり食ってたから、でそこで注意されて反省して自分と戦い乗り越えたと。でこれは何回かここで言ってるけど、まあ最近言ってないけどね、昔よく言ってたけど、実はこういう話でよくあるんです、原始仏教で。つまりまあ一番有名なのはナンダの話あるよね、まあ、これ古い人は聞いたことあると思うけど、新しい人もいるんでもう一回言うとね、ナンダの話っていうのはその、お釈迦様が、ナンダっていうのはお釈迦様のあれは、異母弟かな、異母弟かいとこか忘れたけど、まあ、つまり親戚の、まあ、若い子です。お釈迦様は、まあ、王子様として生まれ、その王子様の座を捨てて出家して、で激しい修行の後に悟りを得てブッダになりましたと。でブッダになった後に自分の故郷である、釈迦族に帰ってきてるんですね。帰ってきて、で帰ってきてどうしたかというと、みんなを感化した。お城の自分のその親戚やお城に勤めてる人たちに教えを説いて、さあみんな出家しようと、うん、お父さんとしてはびっくり仰天ですよねつまりまずお父さんは、お父さんであるビンビサーラ、あ、ビンビサーラ、スッドーダナオは、もちろんお釈迦様に出て知ったれたね、知ったれた王子に出て行ってほしくなかったわけだけど、でも知ったれたの決意は固く、みんなが寝静まってる時に、まあ、一人出て行ったと。まあでもそれはしょうがない、うん、本人の人生だから。で知ったれたがそしてしばらく後にブッダになったっていう噂を聞いたと。そしたら帰ってきたと。おお、よく帰ってきたと思ったら、みんなに教えといてまあある意味みんな勧誘して多くの素質ある若者たちがそのお城勤めをやめて、あるいは将来の王子の座とかを捨てて、お釈迦様と出家しちゃったんですね。はい、でそれはそれでもちろん素晴らしいことだったんだけど、でこの時にお釈迦様が目をつけた一人の優秀な若者がいた。これがまあ、異母弟なんだ、うん、つまりその腹違いの弟であるナンダ。でこのナンダっていう人はその時新婚だったそして大変その美しい奥さんをもらっていて、その奥さんにすごい執着していたと。で面白いエピソード としてお釈迦様が当時そのお城に戻ってきてね、まあ、部屋を与えられて、でナンダを呼び出した。ちょっと私の部屋に来てくれと。でその時さすがに女の勘でナンダの奥さんはピンと来たらしい。ピンと来てこれ勧誘だとピンと来て、でナンダの額にね水滴をつけたと。水滴をつけて、でそのナンダに対してナンダ様と、まあお釈迦様がお呼びなんでもちろん行かれるのは構いませんが、この水滴が乾く前に戻ってきてください、つまり早く帰ってこいってあんまりお釈迦様の話聞かないで早く帰ってこいと、うん、で分かったって言って、で、まあ、最初なんか用事を頼まれただけだったんだけど、でその用事をお釈迦様と済ませて帰ろうとしたら、ちょっと待ってと捕まっちゃったから、ね、捕まって、でまあお釈迦様の教えが始まり、それによってまあ結局、何度も出家することになったと。はい、こうしてお釈迦様の腹違いの弟ナンダは出家したわけだけど、でこのナンダはまあもちろん他のね若者たちも多くの、ね、当然王族の人が多かったわけだから、今までは贅沢な大変な快楽の生活をしてきた中から出家したから、
まあ、なかなか最初は大変だったと思うんだけど、こうなんだっていう男はもう人一倍欲望が強く、人一倍快楽主義で、人一倍煩悩に弱い男だったらしいんだね。だから他の新しい弟子たちがなんとか頑張っている時にも、なんだだけはいつも欲望のことを考え、いつも、残してきた新婚の奥さんのことを考え、いつもその快楽のことで頭がいっぱいで、もう修行どころじゃなかったと。はい、そこで、まあ、ちょっとこの話はみんな知ってると思うけど、知らない人もいると思うんでね、この先の話もすると、そこでお釈迦様はある時なんだを神通力によって、つまりその神秘的な力によって天界に連れてったんです。天の世界に連れてきましたと。で、天の世界になんだが行ったら、もうそこは本当に素晴らしい。ここで言う天というのはデーバね、つまりその下脱ではなくて欲望の天界ね、欲界の欲望の天の神々の世界に行ったと。素晴らしい、本当に絵も言われぬ天の世界があって、でそこでは美しい美女たちがたくさんいると。あるいはそのね、王宮みたいなのがたくさんあると。でそこで、あーって素晴らしい世界だってなんだがこう見てたら、ある一つのお城みたいなのがあって、そこは天女、美しい天女だけがいっぱいいて、お城の主人がいなかった。でそこで、そこに天人に何だを聞いてみたわけですね。あれ、ここはなぜか美しい天女がたくさんいるのに主がいないらしいと。なぜですかって聞いたら、その天人が言うには、いや実はお釈迦様の弟の何だという青年が人間界で一生懸命修行してこの天に生まれてくることになってるんですと。ここは彼が来ることになってるお城ですと聞いて、なんだは、急いで帰ってでお釈迦様も聞いたわけだ、どうだったと、あの天女たちはどうだったと。いやー、もううちの奥さんとは比べようがないいや、それは人間と神だからね、全然違うと。であれが待ってるんだったらもう修行するしかないって彼はもともと欲望がすごかったから、逆にその欲望を糧としてあの天女のもとに行けるならもう何でもやりますよって感じで全力で修行したと。でそれは良かったんだけど、お釈迦様がそれ見てて、まあ、逆にまた呆れたのかもしれない、それは良かったけど、ちょっと動機が不自由すぎるそこで今度お釈迦様は彼をあのまた神通力で今度は地獄に連れて行った。地獄に連れて行ったら、今度はその、まあ、いわゆるいろんな地獄があると。あのね、ドロドロの溶けたマグマのようなところで煮られたり、あるいは、ね、体中を切り刻まれたり、もう凄まじい地獄がいっぱいであったと。で、その光景にゾッとしながらその世界を見てると、一つだけ誰も入ってない釜茹で地獄があった。ね、釜茹で、あの熱湯で煮られる地獄があったと。でそこで獄卒に聞いたわけだね。でここ他の地獄では多くの住人が苦しんでるけども、この釜には誰も入ってないけどどういうことですかと。そしたら地獄の住人が言うには、いやお釈迦様の弟なんだという男が人間界で一生懸命修行して、その徳によって天に行くことになってると。天に行くんだけども、天界で美女相手に徹底的に楽しみまくり、それによって徳を完全に使い果たし、次にこの地獄に来てこの釜に入ることになってるんですでそれを聞いて、なんだはやっとお釈迦様の教えが分かったわけです。つまりこの輪廻ってそういうことだと。じゃあこの徳を積めばいいことあるけども、悪語あるいは徳がない状態によってこの苦悩を受けなきゃいけない。この輪廻のぐるぐる回る中に我々は今いるんだと。つまりこれそのものから、この徳と悪によって幸せになったり不幸になったりする、この輪そのものから抜けなきゃいけないんだと。じゃあ下脱しなきゃいけないんだと。これにやっと気づいて、まあ、つまりより純粋な動機によって一生懸命修行するんだと。はい、そしてこの後が問題なんだけど、でここで何だわ、ね、おそらく何だの気持ちを考えたらいいですか。もともとの性質としてですよ、もともとの性質として煩悩に弱すぎたんです。快楽主義で煩悩に弱くて、よって、しかしこのお釈迦様の神通によって自分は下脱しないと、もうあの結局幸せはないんだってことが分かっちゃったから、あのじゃあ人一倍修行しようと、人一倍欲望を打破しようと、人一倍の普通の人の何倍もの努力をして自分の快楽主義に打ち勝とうと頑張ったんだ。
で最終的に彼が悟った時に、まあ、大体皇帝たちは何とか第一っていうかね、何において最も優れてるっていうその何とか第一とかいう称号がつくわけだけど、彼の場合は、重複婚第一って言って、これは何かっていうとその感覚あるいはその外に向かうね欲望の、つまり快楽の働きね、これをコントロール、重複することによって最も優れてるっていう称号をお釈迦様からいただいた。これ何を意味してるかというと、つまりそこ彼の最も実は弱いところだったんですよ、誰よりも煩悩をコントロールできない人だった。それが最後には最も煩悩をコントロールする人になった。これは何度か言ってるよね。これがつまり実は短所こそ長所だって言うんです。修行の道においてはまさにそうだよね。これは昔言ったけどもう一回ね、繰り返すと、なんていうかな、つまりさ、仏教の言葉で言うとね、一番大事なのは仏教的な用語で言うと残機と不法逸っていう言葉。残機と不法逸っていうのは、まず残機っていうのはつまり俺はまだまだダメだと、これ卑屈って意味じゃなくてね、反省って意味で本当にダメだと、本当私はダメなんだと、私はっていうか私のこの部分はとてもダメなんだと。で不法逸、ダメだからこそ人一倍努力しなきゃいけないと、この残機つまりダメだっていう認識よって努力するぞって気持ち、これによって逆にその部分が人一倍伸びてしまう。つまりね、結局さ、みんな本当のこと言うとみんなどんぐりの背比べみたいなもんです。それぞれこの部分が素質があるとかこの部分がダメだとかみんな言ってるけども、ブッダとかバガバーンとかから見たらみんなどんぐりの背比べです。同じようなもんです。でも例えばね、分かると思うけど、例えばまあそうだな、じゃあもうちょっとリアルな話で言うと、例えばこの中ですごく怒りが強い人がいたとしてね、自分はとても他の人よりも怒りっぽいと、あら嫌悪とかそういったその閣下しやすいと、でそれで、ね、自覚してる人がいたとしたら、まあ、なんかのエッセイにも書いたけどさ、卑屈になるといけない、逆に人一倍努力しようと思えばいいだけだ、だって私人誰よりも怒りするから、他の人はそんなに努力しなくてもあんま怒りないみたいだけど、私結構怒り強いから、もう人の何倍も何十倍もこの怒りってものに戦う、挑まなきゃいけないと、まあ、逆の言い方すれば人の何十倍も慈愛を身につける努力をしなきゃいけないと。でこれ努力するよね。でここで問題なんだけど、じゃ他の人はどうかっていうと、他の人は生実家そんなに怒りがなかったがゆえにあまり怒りに対処しない、生実家怒りがそんなに出なかったがゆえに徹底的に慈愛を身につけるぞって気持ちにならない。だからそこそこ慈愛を身につける一方はすごい怒りだったがゆえに、あるいは嫌悪とか人への批判とかそういうネガティブな意識が強かったがゆえに、これじゃダメだと思ってもう全力の努力をそこに傾けると。でそれが10年20年経った後にはその後者の方が慈愛の塊になってる、前者の方はもともとそんなに怒りなかったけども最終的にもそんなに慈愛もないこれがだから短所は長所になるんですね。つまり我々の謙虚さがあって、つまり何を言いたいかというと結局は努力なんです。努力あるいは反省し残機の心を持って全力で活合心を持って、それをね追求し続けるかどうか、それをすれば誰だってどんな人だって、どんな要素だって伸ばせる。しかし我々は、ね、さっきも言ったように慢心に陥りやすいので、ちょっとぐらい自分の中にいい要素があるとそこでもういいやと思っちゃう。でも繰り返すけども、自分の中に悪い要素があるって認識することによってそこで謙虚な活合心愚動心があれば、なんとかそれを完璧に打破したいと、だって私は人よりもこの部分が劣ってるから、だからこそこの部分に関してはもう人の100倍ぐらい努力し続けなきゃいけないって思うことによって、そのなんていうかな、繰り返すけど普通の人はできないような努力ができる、普通の人はできないような力の、加え方ができることによって逆にそれが最終的にはその人の長所になってしまう。この理論っては皆さん分かると思うけども、つまり繰り返すよ、結局は努力なんだけど、我々の心にその渇望心とか愚動心が弱すぎるがゆえに本当の意味での全力の努力っていうのはなかなかできないんだね、しかしその我々がここが私の弱点だとか欠点だとか思えるっていうことは努力ができるきっかけになるから、とても素晴らしいことなんだね。だからそれはそのように考えた。だからこの中でもし自分で自分はこういうところがダメなんだとか、
そういう卑屈さがある人、あるいはそのね、ちょっとその、あの、なんていうの劣等感がある人もいるかもしれないけど、それは逆に神からのプレゼントだと思ってます。それこそ、そここそが将来によって自分の武器になる、うん、そのためのプレゼントとして今その、ウィークポイントのような感覚を与えられてるんだって考えたりね。はい、だからこれがちょっと、深読みしたね、ここの話ですね。ちょっと前言撤回になりそうですね。また一人で終わりそうだけど、どうしようかな。じゃあ、もう一人だけ、テイリーの方もいきましょうね。はい、テイリーガーターのね、テイリーってこれは分かると思うけど、女性、テイラーの、テイラーってのはまあ長老とか皇帝とかですが、テイリーってその女性系ね、女性のお釈迦様の皇帝ね。はい、じゃあここはちょっとさっき読んだんでパーッと解説からいきますが、簡単にだけね、ここでパターチャーラーニってまで出てくるけど、このパターチャーラーニってそのいろんなところに結構出てきて、まあいわゆるその女性の出家修行者教団の中での、まあ、ちょっと ある程度のリーダー的な人だったらしいね。だからそのパターチャーラーの、によって指導されて悟り得たっていう人が結構出てくる、まあ、そういう偉大な存在だったみたいですね。はい、でこの人の言葉として若者たちは諸々の絹を手に取って穀物を打つ、若者たちは子と妻を養い財を得る、ブッダの死を行い、それを行ったならば悔いることがない、速やかに足を洗って一歩に座れ。はい、この辺はまあ簡潔だけどとても感動的な言葉だね。つまりそのまあ、若者たちはというのはその世俗のね、現世の若者たちは、まあ、ここはつまりその現世のいろんな喜びも苦しみも相混じったその世俗の生活の表現ですね。諸々の絹を手に取り穀物を打ち、子と妻を、ね、養わなきゃいけないし、そして財を得るために働かなきゃいけない、そのような世俗のいろんな営みの中で、当然もちろんいろんな喜びも世俗的喜びもあるだろうけども、多くの苦労も経験しつつ、そうやって青春の日々が過ぎ、そして人生が過ぎていくと。はい、もちろんこれは段階的にはですよ、いつも言ってるように魂の段階としてはそれを超えなきゃいけない場合もある。根性はまだ誰もに気づくことができず、その世俗の苦と楽が入り混じった中で世俗の喜びを追い求めていろいろ経験して死んでいく人もいるかもしれないけど、でも皆さんみたいにこのダルマっていうのに出会った人、それはヨーガだろうが仏教だろうが、ダルマに出会った人にはまた違う道が、違う道っていうか それを超えた道があるわけですね。はい、それは一言で言うならば、ブッダの教えを行えと。なんか非常に簡潔、素晴らしいね。ブッダの教えを行えと。まあ、ブッダじゃなくてもいいんだけど、真理の教えね。皆さん真理に出会ったと。真理の教えを実践しなさいと。繰り返すけど、根性の我々はこの日本というその社会で生きてるわけだから、この時のお釈迦様の弟子みたいに全てを捨てて出家っていう形にはなれない。それは社会的な問題もあるし、時代的な問題もあるわけだけど、だから皆さんは世俗で生きながらこう真理を追い求めてるわけですけども、ただその 主従というか、その自分のメインが何であるかっていうのはちゃんと見失わないようにしなきゃいけない。つまり皆さんは当然社会生活を送ってる、ね、会社の一員であり、あるいは家族の一員であり、あるいはこの社会の一員であるわけだけど、その前に修行者じゃなきゃいけない、うん、世俗の一員であり会社員であり家族の一員であり、皆さんが片手間に修行してる、これはまあスタートとしてはいいかもしれないけど、本当に目覚めてきたならば、私の第一義的な、アイデンティティ、それは修行者であると。もちろんもっと言えば菩薩でありバクタであると。この辺をまず忘れないようにしなきゃいけない。その上でね、よくさ、現代によってはその世俗もしっかりするのは大切ですって言うけども、まあ、この間も言ったけど、その意味っていうのは世俗の観念に飲み込まれなさいと言ってるんじゃなくて、この世俗のカルマヨーガを通じて自分の真理の道を、ね、磨いていくための実践の場として世俗があるべきだって。そうじゃなくて世俗の観念に飲み込まれ、世俗的な良し悪しで自分の頭も覆われ、それによっていろんな恐怖や希望にどんどん飲み込まれていくような状況であっちゃいけないわけですね。
もちろんこのパターチャラのこの言葉ははっきり言って出家修行者に向けてる言葉だから、これはもうはっきりしてるんだけどね。このここのシチュエーションにおいては、出家したその女性の弟子に対して、そのまあもうちょっとだからこう噛み砕いたいというならば、世のねあなたと同じような、女性あるいは若者たちはその世俗で、まあ、小さな世俗の喜びを追い求めつつ、家族を養いつつ、働きつつ、あるいは家族と喧嘩したり愛し合ったりしながら、要あの人生を過ごし終えていくわけだけど、あなたはブッダの教えと出会ったんだと、ブッダの教えを実践しなさいと、そういった世俗のことはもう忘れてブッダの教えを実践しなさいと、それをするならば悔いることがないと。ここで悔いることがないというのはもちろんなんていうかな、より深い魂レベルにおいてですよ。つまり私たちがっていうか、ここに無知な人がいたとしたらさ、無知な人はもちろん世俗を追い求めるよね。世俗を追い求めて、それで 一生欲望を追い求めて死ぬ前に、ああ後悔のない人生だったと思うかもしれない。これは無知な段階ね。つまりまだその経験が必要な段階。いつも言ってる年運の話みたいに、我々は何度もこの世俗に生まれ変わりつつ、そしてそこで苦楽を経験しつつ、そのさっきの何だの話じゃないけども、天とか地獄とか人間界とかいろいろ巡りつつ、やっと最後の方で気づき出すわけだね。ちょっと意味ねえな、うん、この繰り返しに何の意味があるんだと、ここには何の絶対的な安定もないと。でもそこに至ったとしても、そこから救い出してくれるダルマンに巡り合えるかどうかわからない。だからそれは奇跡的なことであるって仏教では言うわけだけど、我々の心がこの輪廻に飽き飽きし、なんか違うんじゃないかなって思い出して、そこにタイミングよくっていうか、まあ縁なんだけど、縁とか徳によって誰もが生じ、誰もが現れ、その誰もが解いてくれる死が現れっていう状況っていうのは、大変な奇跡的な幸運であると。でそこにもしで、まあここで言うならばね、あなたはその軽なる幸運を得てるわけだから、ひたすらブッダの教えを実践しなさいと。そうすれば悔いることはないと。その本質的な意味で悔いることはない。もしその人がまだまだ心が煩悩に追われていたならば、ちょっと悔いることあるかもしれない。表面的にはね、表面的には例えばね、皆さんもあるかもしれないよ。なんか、今日道場行っていっぱい修行したけど、そうじゃなくて映画見に行けばよかったかなとか、デートすればよかったかなっていうような、ふっとこう出ることがあるかもしれない。でもそれは本当に表面の迷いであって、もしその人が本気で真理を追求し、そして5年、10年、20年と経って、その真理の追求によって自分の心が、本性がぐーっとこう現れてきた時、あるいは逆に自分の中に修行の蓄積によって素晴らしいものがどんどん培われてきた時、あ、本当によかった、私は本当にね、あの真理を求めてよかったって思うと思うんだね。あるいはね、もうちょっとシリアスというかリアルに言うと、さっきから言ってるその真理を追求することの何て言うかな、意味でもあるんですけども、この本当に真理っていうものを皆さん出会って、で皆さんの中にもちろんどれだけね気づいてるかどうかは別にして、当然その純粋な愚道心って絶対あります。この純粋な愚道心がその真理を求めるわけだけど、でもさっき言ったようにそれを外すような、あるいはそれを見えなくするような罠がこの世の中にいっぱいあります。それに負けずにとにかく真理を求める、真理を求めて、まさに死の間際までっていう感じで追い求めて、自分を極めようと思って人生を生きていく。でこの生き方をした人っていうのは、さっき私ちょっとこう何というかな、メリット的な言い方したけど、仮に何のメリットもなくて思うんですよ。何のメリットもなくてって変な言い方だけど、つまり仮に実感として、あ私は心が豊かになったとか、あ私は悟り得たとか実感がなかったとしても、その追求の人生に悔いはありません。それが何て言うかな、愚道者の本懐だからね、真理を真の間際まで追い求め続けるっていうこと自体が愚道者の本懐なので、そこで何らのご褒美がなかったとしても、あるいはまあ別に言い方すれば、バクタの場合、主のために思考者のために自分を捧げ、道具として働き続けることが本懐なんだ。何のご褒美がなかったとして、何の結果が見えなかったとして、その働きっていうかな、一生続けて自分を捧げ続けることそのものが
本懐というかな、まあ、満足って言ったら変ですけども、充実感に満たされる。はい、だからここのところも普通のというか、ね、一般的にはちょっと言葉だけで分かんないかもしれないけど、ブッダの教えを行い、それを行ったらば悔いることがない、これは非常にその素晴らしいね、神髄的な意味が含まれているんですね。はい、でちょっとパッといくけども、でそのような教えをパタアチャラが言って、でもう次のもちょっと重要ですね。心をしっかりと元気させて一つの対象に向けよく定め、諸々の経験の構成は他のものであるとみなし、事故とは見なさないように反省せよ。これちょっとこれ簡潔に言うけども、つまり、まあ、この時にこのウッタラーっていうその人がどういう修行したかは別にして、ある当然、まあ、結局瞑想っていうのは集中力ですからね。集中力、ある一つの対象に対して集中すると、まあ、それは思索的な思念所とかの思索の瞑想だったかもしれない、あるいはそうじゃなくて本当にある対象に対する一点集中だったかもしれない、あるいはまあ別系統のね、修行だったかもしれないけども、とにかく一つのものに集中しなさいと。そして諸々の経験の構成は他のものであると見なす、事故と見なさないように反省せよと。これはまあ修行の一つの真髄っていうか、原則ね、経験の構成っていうのはこれつまりサンスカーラってやつね、行ってやつですね、サンスカーラ。でこのサンスカーラこそが我々のカルマの正体みたいなもので、つまりその、我々が何かを成しました、でそれによって心の奥の奥の奥に修正として印象としてそれが残る、まあ、つまり現代スピリチュアル的に言い方するとアーカーシックレコードと言ってもいいんだけど、心の奥、最も奥の記憶媒体みたいなものがあって、そこにそれが残り、でその修正と修正の絡み合いによって我々の、なんていうかな、カルマみたいなのができてます。そのカルマと言ってもいいし、サンスカーラと言ってもいいし、あるいは修正と言ってもいいんだけども、でこれは何度も言ってるけど根本的な話なんだけども、ちょっとまあ仏教では神我ってことは使わないけど、神我つまり本当の我々とは何の関係もありません。仏教でも後のねチベットのマハムドラとかゾクシェンとかそういう言い方するわけだけど、そのこの瞬間も、まあこれは定型的に言い方としてね、この瞬間も全員ブッダです。実はこの瞬間もブッダなんです。じゃあここにお釈迦様と我々は違うな、じゃあみんなブッダだと言ったって、じゃあお釈迦様と高橋君同じですかと、いや違います、違うでしょうと、お釈迦様と高橋君違うと、何が違うんだって話じゃない、だってどっちもブッダでしょうと。でもそのどっちもブッダだっていう意味では同じなんです。で本性はブッダだと、じゃあ何が違うんだと。一方はお釈迦様は自分がブッダであるっていうことを目覚めている。で逆に言うと、じゃあ目覚めてない人はどういう状態なのかというと、このサンスカーラを自分だと勘違いしている。サンスカーラっていうのはここでの言い方ならば、何かカルマの流れと言ってもいいし、心の連続の流れと言ってもいいんだけど、まあ、つまりサンスカーラって難しく言うと難しくなっちゃうんだけど、簡単に考えてください。簡単に考えると、いや例えばユウスケ君がまあ、いつも同じようなあれなんだけどさ、ユウスケ君がラーメンが好きだとラーメンが好きだと、で初めてラーメンではなくてつけ麺を食べた、つけ麺を食べたらうまっとこのうまさは何なんだと、このサンスカーラがまたできるわけ。もともとラーメン好きだったんだけど、その上にラーメンの中でもつけ麺っていうのはすごいなと、俺はつけ麺大好きだってな、ね、あるいは逆に誰かからなんかちょっと嫌なこと言われたと、でこれによってちょっとあの人俺苦手だな、このサンスカーラができる。でこういった小さなことの組み合わせ、これは過去世からね、連綿とした何億年何十億年の組み合わせによって、このなんていうかな、非常にその複雑なユウスケっていうサンスカーラができてる。でこれは皆さんも普通に、今言った私が簡単に出した例っていうのは皆さんも普通によくあることでしょ。つまりこういうことを経験したから今こういう感じになってると、小さい頃こういう経験をしたから私はこういうのが好きだし、こういうのが嫌いだしと、あるいはこういうところでカッと起こっちゃうのはこういう経験があったから、それは完全に過去か過去世か分かんないけども、いろんな経験によって自分の修正っていうのは決まってる。でもう一回言うけど、カルマもそうなんです。カルマもこの、流れの中でいろんなものを返ってきたりとか、あるいはこういうことでこういう行動を取っちゃったりとか、全部このサンスカーラに依存したものなんだね。で
我々がなんで輪廻しちゃうのかっていうと、繰り返すよ、もともと我々は今もブッダです、ね、この瞬間全員ブッダです。でもなんで輪廻してるのって話なんだけど、つまり皆さんが輪廻してるんじゃないんです。輪廻してるのはサンスカーラ。輪廻してるサンスカーラに自我意識が持っちゃってる。あ、これ俺だって。まあもうちょっと根本的に言うと、ヨガとかの世界で、あ、つまりサングナ、ヤマトグユか。サングナにそれを合わせたりするわけだけど、それグナのラダスタマサットバっていう宇宙を作ってるこの3つのグナの働きがある。あるいはそうだな、ブッティとか言ったりするね、ヒンドゥーではね。そのブッティと言われるその理性的な心の根本的な働きがありますよと。でもそれも我々とは何の関係もない。何の関係もないんだが、それらは、経験によっていろんな形、いろんな風に形を変えつつ、川の流れのように流れていくと。この川の流れの流れの輪廻の流れに自我意識を、当てはめてしまうことによって我々はこの世から抜けられなくなっていると。だからこれは非常に根本的な話、つまり諸々の経験の構成を自分とみなすなと。これはさ、そう言ったってどうしたらいいんだってなっちゃうんだけど、でも一つは観念的に教えとして、そうか、私が私と思ってるこれは全部ただの経験の構成、経験によって構成されたサンスカラって言われるものすぎない、こだわらない、もっともっと奥のというか本質的なところに心を集中するというのは一つあるけども、日常の現象においてはもっとそれは訓練できると思うね。つまりいろんなことがあっていろんな思いが湧いてきても、それは全てサンスカラであると。あるいは逆に言うといろんなことが起きてそれによっていろいろ反応したくなるけども、その反応したいと思っているのはサンスカラですから、じゃあどうすればいいんだってなるけども、ここで出てくるのはダルマです、教え。つまりサンスカーラに従わずに教えに従うんです、うん、サンスカーラは常に私にいろんな信号を送ってくる。こういう時はこうだよ、こういう時はああだよ、これ何の真実性もありません。過去の経験によってるに過ぎないからじゃなくて、何の経験に左右されない真理のっていうか、この世に生きればあなたは救われますよっていう覚醒者が説いた教えがバーンって残されている。ただその教えによって心をコントロールする。はい、これによってサンスカラ自体ももちろん浄化されていくわけだけども、最終的にそのサンスカラ自体から解放されると。サンスカラが浄化されたらその人は幸せな人になります。サンスカラから解放されたら下脱します。でも道筋としては当然浄化しつつ解放の道を歩まなきゃいけないんだね。特に菩薩の場合はさ、ちょっと話が広がるけど、菩薩の場合はニルバーナ狙ってないから、うん、来世も生まれ変わってみんなを救うって狙ってるから、その場合はもちろんいつでもサンスカーラから離れられるけども、サンスカーラそのものを浄化する、良いサンスカーラというかな、に変えていく実践も必要になってくる。はい、でちょっとパッといくけど、でこの人の場合はそのような教えを受けて一生懸命修行して、まあ、つまりこの悟った夜のことを書いてあるからね、夜の諸行、つまりその夜を三分割した最初の時に過去世を思い起こし、中高に優れた天元、天元っていうのはまあ天の目、いろんなものを見る天の目ですが、まあ、ここで言ってるのはおそらくその、来世というか人の生まれ死に生まれ死にを知る力ってあるのね。つまりその、まあ、近代的に言うとバルドヨーガですけども、つまりその人が死んでどうなるのかっていうのを見極める力、はい、この2つっていうのはつまりこの輪廻の中の何というかな真実を見る力ですけど、最後のその、夜の最後に無明の暗闇の塊を破りましたってあるけども、その輪廻そのものから下脱する、まあ、これをもって露人っていうんですけど、漏れを尽くす露人ね。でこのお釈迦様の時代はこの3つ、つまり過去世を思い起こし、そして死後の世界をしっかりと 見抜き、で最終的にその両者から離れる、つまりこの過去世現世来世といったこの輪廻の流れから下脱する、露人ね、完全に無明がなくなる露人の状態に至ると。これをもってその、まあ、一つの下脱、一つのっていうのはその下脱にも段階があるから、しかし少なくとも最低限ニルバーナに至る一つの条件としてですね。はい、だからここではつまりこのウッタラーという人がこの偉大なパターチャーラーというまあ師範代のような人だったんでしょうね、の女性の皇帝の教えを聞いて一生懸命修行して、ある夜に、その一夜にして過去世を思い起こし未来世を見る力を得て、そしてそれだから完全下脱しましたというところですね。はい。
じゃあ、一応これで終わりにして、じゃあ最後にもし質問があったら質問を聞いておりしましょう。はい、じゃあ全体に今日の話と関係があってもなくてもいいので、質問相談してますか？特にないかな。はい、じゃあ特になかったら、札幌何か質問ある人いますか？札幌大丈夫です。はい、じゃあ仙台何かありますか？仙台大丈夫です。はい、じゃあ大阪何かありますか？大阪大丈夫です。はい、はい、じゃあまた最後に1曲歌っておりにしましょう。はい、じゃあお釈迦様なんで知ったある歌いきましょうね。Thank you.
はい、では最後にあう3回唱えておりましょう。はい、あはい、じゃあ終わりましょう。ありがとうございました。